千葉県道88号富津立山線は千葉県の富津市と立山市を結ぶ県道である。富津市関付近房総半島南部の内陸部を縦断する主要幹線道路の一つであり、国道127号の渋滞時の迂回路線として山間部を走る道路線が多く利用される。富津市南房総市立山市県道88号線と県道89号線の重複区間急道の 南房総市府中から、立山市、高井の道路が非常に福井が狭く大型車の通行が困難な状況があった。この道路の保管、安房地域医療センターへのアクセス向上を目指し、南房総市府中から、立山市国部の延長1400メートルで、福井14.4メートルのバイパス道路、国部バイパスが2009年3月31日、開通した。 掃除業費は22億円。医療センター脇の150メートル区間は2000年から指導として部分開通済み。旧道は指導に降格。今後は歩道の整備で2010年3月までに終了予定。富津市内の東道路関と4日間において、急瞬な地形の間を通るため、境愛部も数多くまだ歩道もなく、東京湾アクアライン開通後、 交通量も増加したことから、早急な整備が望まれている。ありがとうございます。